ネット民アジア予選は魔境。一方アフリカ予選の様子こちら。リビアホームに乗り込んだベナン代表。試合終了後、客席から瓶が投げ込まれ避難。その様子がこちら。帰国後、ベナン代表監督のロール氏が次のように語った。試合終了後、スタンドから選手たちに向かって瓶が投げつけられました。そして、私と一緒にいたチュニジア出身のコーチは人々に追い回されました。その上、リビアの警察官が私たち全員に暴力を振るうという状況にまで発展しました。ナイジェリア人が、彼らが先にやったから、と言っていたのを思い出す。今これが真実だったとわかる。リビアにはサッカーをやめさせて、総合格闘技の国にでもなれと言いたい。CAF、アフリカサッカー連盟は、リビアのように無礼な行動をとる国がホームゲームを開催できないようにすべきだ。彼らが悪態をつくのなら、ホームゲームは中立地で行うか、試合出場自体を禁止するべきだ。彼らを制裁すべきだ。リビアはアフリカでもなければ人間でもない。アフリカのスタジアムで試合を見たら、一緒に陸上トレーニングが必要になるよ。暴動から逃げるスピードが命。セネガル対エジプトの試合では、レーザーポインターの数が観客動員数を超えているよ。ヨーロッパ大会のスローガンは、平和と友好。アフリカ大会のスローガンは、盾とヘルメットを忘れずに、かな？ヨーロッパなら VAR で判定、アジアなら警察で判定。アフリカにはどちらもありません。